修身鱗は、新末、中華民国の革命家、政治家、教育者、書家、花協会結成メンバーの一人で、中国同盟会にも参加した。古参の革命派人士として、後に、中国国民党にも加入している。字は、道湯。19歳で秀才となり、1897年に、両古書院へ入学する。卒業後、湖南高等学堂監督となり、 後に、教務長となった。1903年、調査名徳学堂で教鞭を取る。同年11月、高校、竜樹一、少子将らと花協会を結成した。1905年8月には、中国同盟会にも加入している。以後、安記省や北京で教鞭を取る傍ら、革命活動に従事した。侵害革命直前には、上海の同盟会中部支部により、 調査へ派遣され、放棄計画に参加した。中華民国成立後は、湖南省、中小局局長兼軍務方便に任ぜられている。1913年、参議院議員に選出された。1917年、孫文が誤報運動を開始すると、終身鱗もこれに合流し、9月に大元水不参議に任ぜられている。1921年、 中国国民党関東支部総務部部長健康南中越代表に任ぜられた。1927年9月からは南京の国民政府で委員となる。翌年、国民革命軍が北伐により北京を攻略すると、周新浦子は北京に赴いて、大総統府、国務院など各政府機関の接収事務を担当した。同年10月、周新浦子は、 立法院立法委員に任せられ、後に北平民国大学校長も務めた。なお、周身鱗は書道に堪能であり、特に転書に優れたという。1932年2月、観察院列殺水区観察士となる。翌年2月、国民政府委員に復帰した。1944年7月、国民政府顧問となり、その翌年5月には、国民党、 第6期中央観察院に選出されている。1949年8月、湖南省で、低戦、陳秋人らが中国共産党側に転じる企業を行うと、修身鱗もこれに従った。中華人民共和国成立後、修身鱗は北京に入居している。1964年、北京で病没。去年90。ありがとうございます。